アブナー・アブレイ・ゴメスは、ドミニカ共和国サンペドロ・デ・マコリス州、サンペドロ・デ・マコリス出身のプロ野球選手。2007年に、クリーブランド・インディアンスに入団。メジャー昇格はなかったが、マイナーのルーキーリーグでは54試合で打率30。303の成績を残した。2008年もメジャー昇格はなかったが、ルーキーリーグで51試合で11本塁打と、パワーを発揮したシーズンとなった。 2009年は、インディアンスサウス、アトランティックリーグの A 級に昇格。63試合で7本類が、打率。305の成績を残した。2010年、インディアンスカロライナリーグの A プラス級に昇格。自己最多106試合に出場した。2011年もインディアンス A プラス級でプレー。92試合で、自己最多の12本類が、19盗塁を記録。 福留孝介のトレード相手の一人として、シーズン途中にシカゴカブスに移籍し、マイナー A 級のデートナカブスで25試合に出場した。2012年はアトランタブレーブスに移籍、マイナーの A 級のローマブレーブスでプレーし、19試合に出場した。シーズン終了後の11月1日から埼玉西ブライオンズの周期キャンプで入団テストを受け、11月20日に、 同じドミニカ共和国出身の兄ニエニルメンドーサと共に育成選手契約を結んだ。2013年6月上旬までに2軍でチームトップの5本類だ。打率293の成績を残し支配下登録の候補にも上がったが6月16日に球団がクリス・カーターを獲得したため外国人枠の関係から支配下登録は実現しなかった。 しかしながら、ファームで、チーム最多の98試合に出場し、あんだ、本塁打、打点など打撃部門ほぼ全てにおいて、チーム最多を記録。しかし、前半戦で2割台後半あった打率も、最終的には25、252であった。シーズン終了後に、来期も、育成選手契約を継続することが発表された。2014年、この年も2軍で起用され、 5月22日に支配下、選手登録されることが発表された。背番号は72。支配下登録翌日の5月23日に一軍に登録され、同日の対東京ヤクルトスワローズ戦で初出場、初先発した。9月20日に、球団より契約を解除し、ウェーバー工事にかけられることが発表された。2015年8月14日。 四国アイランドリーグプラスのコーチファイティングドックスに入団。入団後はリーグ戦21試合の出場で打率203日本類打4打点という成績を残した。2015年11月6日、読売ジャイアンツと育成契約を結んだことが球団から発表された。背番号は014。2016年3月30日付で、 支配下登録契約へ移行した。NPB では、西部時代の2014年以来の支配下登録で、この移行を機に、背番号を33に変更した。シーズン終了後の12月2日、自由契約公示された。ありがとうございます。